小川寺は、和歌山県木の川市小川にある小川観音宗の、総本山の寺院。三号は風も大山。西国三十三所、第三番札所。本尊は、千寿千岩観世音菩薩。伝承によれば、創建は、宝器元年、大友公子西へによるとされる。本尊信言、音座らたら巻陸祖赤子栄華、七輪の恵みも、 深き小川寺仏の誓い頼もしの宮小川でら、縁起絵巻第三弾河地国の長者宅を訪れる同行者小川寺縁起絵巻第五弾小川へ向けて出立の準備をする長者の一族創造の縁起は小川寺縁起絵巻に伝えられている。小川寺縁起には二つの説話が語られている。一つ目の話は小川寺の創造と千住観音の由来に関するものである。 木の国の漁師、大友甲子西ーは、放棄元年のある日、山中に不思議な光を発する場所を見つけて、そこに小さな世を営んだ。これが、小川寺の始まりという。その後のある日、甲子西ーの家に一人の道子が訪ねてきて、一晩泊めてくれという。道子は宿を借りたお礼にと言って、7日かけて、千獣観音の像を刻んだ。8日目の朝、コー西ーが見てみると、 同時の姿はなく、金色の千樹観音の像だけがあった。コ子シーニシエは、摂生をやめて、観音を信仰するようになったとのことである。二つ目の話は、千樹観音の霊言説話である。河内国の長者、助太夫の娘は重い病で明日をも知れぬ、命であった。そこへどこからともなく、現れた同行者が、 千獣千万だらにをた,たえて帰祷したところ、娘の病は全開した。喜んだ長者が、お礼にと言って、財宝を差し出すが同行者は受け取らず、娘のひさげ章と火の袴だけを受け取り、私は、木の国長軍におりますと言って立ち去った。長者一家が、長軍を訪ねていくと、小さな異様に、千獣観音像が立ち、観音の手には、娘のひさげ章と火の袴があった。 長者一家は、あの行者が観音の化身であったことを知ってその場で出家し、甲子イニシと共に小川寺の繁栄に尽くしたとのことである。以上の説話がどこまで史実を繁栄したものかは定かでないが、小川寺は平安時代には朝廷や貴族の保護を得て栄えたことは確かである。聖昌納言の枕の創百九十四段には、寺は坪坂、笠木、 法輪石山、小川、滋賀とあり、両人秘書に載せる今用には、観音源を見する寺、清水、石山、長谷の山、小川とある。西行の三加集や、架空の物語である、うつほ物語、さごろも物語にも小川寺への言及があるなど、遅くとも、平安時代中期、十世紀には、観音霊場として著名であったことがわかる。平安時代後期には、 その頃から始まった、西国三十三所観音霊場巡りの札所の一つとして、栄えた。鎌倉時代には、天台宗の寺院として五百五十家、道母の寺院を持ち、大勢の僧兵を要し、事情は四万国もあって、広大な荘園を持ち、寝頃寺や、金剛宝寺と被験し得る大寺院であった。戦国時代の天正元年には、京大南側の猿岡山に、 猿、岡山城を築き、寺の防衛を図ったが、天正十三年、橋場秀吉の奇襲征抜に遭い、根頃寺や西が州と共に抵抗したものの、全山消失し、猿、岡山城も陥落した。この時、小川寺縁起絵巻も小損している。省略元年に達中として創建された銃全員が、完成十二年に、奇襲藩大十代藩主、 徳川春富により天台宗安楽立院派の寺院に改められて十全立院として独立した。聖徳三年、大火災が発生して大門の実を残して、建物のほとんどが消失している。現在の伽ンは、大半がそれ以降の再建である。明治時代に入ると、神仏分離が行われ、当時の鎮守者として、延楽二年に創建された、小川うぶ砂神社が独立している。 太平洋戦争後、当時は、小川観音宗の総本山として、天台宗から独立した。大門から南に約1キロメートル続く JR、小川駅前通りは、門前町として栄えたが、県道の拡幅工事により、かつての面影はなくなってしまっている。小川寺の本尊千住観音像は、絶対の秘仏とされ、公開された記録はない。このため、 西国三十三所の札所などで見かける小川寺の本尊の模造像や絵については、それが本物と相違しているか証明できるものはいないとされている。日本の仏教寺院では本尊が秘仏である場合、お前立ちと称する代わりの像を本尊寿司の手前に安置する場合があるが、小川寺においてはお前立ち像も秘仏である。本尊像は火災を避けるために、 本堂下の地中に容器に入れて埋められているとされる。お前たち像は年に一度、12月31日に、漱石にある関係者が掃除のために回避するのみで、在家のものが配管する機会はない。なお、内陣背面に安置された、裏観音と称する千術観音立像は、配管可能である。2008年から2010年にかけて、花山法王千年記を記念して、 西国三十三所のすべての札所寺院において、秘仏の決縁回避が行われているが、小川寺の本尊像は、この際にも回避されることはなく、2008年10月に、特別回避されたのは、本堂の隣の千樹堂の千樹観音像である。なお、寺には高さ33センチメートルほどの木像の菩薩像頭部が所蔵され、これが旧本尊像の頭部であるとも言われている。 近藤後ろ土安地の戦時観論立像は、2016年6月から7月に、和歌山県立博物館で公開され、2020年7月から9月に、京都国立博物館で開催される、西国33所、早々1300年記念特別展聖地を訪ねて、西国33所の進行と、四方にも出展される。JR 小川駅から徒歩10分ほどのところに大門が、 立つ。大門をくぐると参道は右手に曲がり、参道の右側は川、左側には本坊などの書道が並ぶ。参道の先には注文が立ち、そこからさらに一段高く造成された平地に本道、千珠道などが立つ。本堂前の斜面は巨石を並べた庭園になっている。ありがとうございます。